今回はこのスバのあのキャラを解説していくぜ。よろしく頼むわ。俺はやるときはやる男だからな。そこら辺ちゃんと覚えておけよ。ということで今回解説するのはこの素晴らしい世界に祝福をの主人公、カズマだぜ。引きにいとね。ということで解説していくぜ。カズマ、この素晴らしい世界に祝福をの主人公で本名は佐藤カズマだぜ。基本的に常識はわきまえてるものの、悪知恵が非常に働き、えげつない作戦を実行することもあるぜ。小心者な性格でチキンでヘタレだが、一方で困ってる人を積極的に助けるなどお人よしな面もあるぜ。また、その場の空気にかなり流されやすく、悪乗りしてひどい目に遭うことも多いな。乗りで突き進んでひどい目に遭うことがかなり多いわよね。元は日本の田舎っぽい町に住むごく普通の高校生なんだが、引きこもりでもあったため、学校にはろくに通っていなかったぜ。引きこもりになった理由は昔結婚の約束をした幼馴染を不良の先輩に寝取られたかららしいぜ。その後、高校になんとか進学するも馴染めずにそのまま引きこもりになってしまったようだな。ちなみに引きこもったことに関して、親に対する罪悪感はあったようだぜ。要は失恋によって引きこもったわけね。人気ネットゲームの初回限定版を購入するため珍しく外出した帰り道、トラックから女子高生をかばいそのまま引かれて死亡した。かと思いきやトラックだと思っていたのは実際はトラクターであり、死因もトラックに引かれたと勘違いしたことによるショック死だったぜ。ちなみに女子高生は無事だったものの、カズマが余計なことをしたせいで足を骨折する大怪我を負ってしまい、カズマが何もしなければそもそも女子高生も無傷だったぜ。なんか死んだ理由が哀れすぎる。ウェブ版では薬物の誤った投与が死因だが、倫理的にヤバかったのか変更になったぜ。その後は若くして死んだ日本人の死後の案内を務める女神のアクアから自身の行為が無駄だったことや死んだ後の恥ずかしい失態を馬鹿にされ、そのことに激怒したぜ。散々馬鹿にされた仕返しのためにアクアから異世界へ転生するのを勧められた際、特典として一つだけもらえるチートアイテムの代わりにアクアを指名し、異世界へ道連れにしたぜ。アクアを物として道連れにしたあたり、この時点ですでにカズマの悪知恵の働きぶりは描かれてたわね。異世界に転生するも、チートアイテムをもらえず、チートだが基本的に役立たずのアクアしかいなかったので序盤は苦労することになったぜ。アクアと共に冒険者にされたが、カズマは最弱職で戦闘力が低く、資金もなかったため、働いて資金稼ぎをすることになり、馬小屋で寝泊まりしていたぜ。その後はアクアとクエストを受けるもアクアのポンコツぶりに振り回されてカズマはいまいち成果を上げれなかったぜ。異世界生活とか夢があるイメージなのに世知辛すぎる。その後はメグミン、ダクネスがパーティーに加わるが、二人ともアクアとは別ベクトルでポンコツであるため、カズマの気苦労は絶えなかったぜ。だが、なんやかんやで4人で活動してるうちに成果を上げれるようになり、屋敷に住めるようになり、資金も安定するようになったぜ。それでもアクア、メグミン、ダクネスのポンコツぶりとカズマ自身がノリで行動することが多いので気苦労は絶えないぜ。カズマ本人もポンコツな部分があるから4バカよね。基本的に礼儀はわきまえており、引きこもりの割に社交性はそれなりに高く、ギルドの仲間とはそれなりに打ち解けてるぜ。だが、悪知恵が働くのとスケベでセクハラを働くことも多いため、カスマとカゲスマとカクズマと呼ばれてるぜ。魔王軍の者にすら鬼畜、下道と言われる始末でお世辞にも人格者とは言えないぜ。だが、基本的に困ってる人は放っておけないお人よしだぜ。あだ名のバリエーションが地味に多いわね。転生してもお人よしな面は変わっておらず、文句を言いながらもしょうがねえなと言い、仲間を助けてしまうぜ。自分や仲間たちが起こしたトラブルもさっさと逃げ出そうとするアクアとは対照的に可能な限り自分たちでけじめをつけようとすることが多く、そのため普段は仲間たちの尻拭いが多いぜ。また、マッチポンプを嫌ってる様子も描かれており、仲間が原因で起きたトラブルを解決しても金をもらうことを拒んでるぜ。そこら辺の線引きは意外とちゃんとしてるのね。なお、ゲスな言動を向けるのは基本的に迷惑をかけられた身内と敵対者のみであり、周りの人間にはできる限り迷惑をかけないようにするなど、最低限の良識はあるぜ。そのためひどく言われつつも、アクセルの街の冒険者や一般人からは広く信頼され、評判はいいぜ。ギルド内でカズマのゲスさに文句を言われることがあるものの、実績はあるし、カズマに結構助けてもらってるので、なんやかんやで邪険にはされておらず、割と仲がいいぜ。クエストを優先的に斡旋してもらってたこともあったし、ギルドでもカズマはかなり重宝されてるみたいなのよね。金銭欲はそれなりにあり、もらえる分ならもらっておくという姿勢だが金銭への執着心はさほど強くないぜ。大金が手に入れば気前よく人におごったり、仲間を守るために大金を惜しみなく使うこともあるぜ。
そのせいで一気に散財して大金を稼いでも一瞬で消え去ることもざらにあるぜ。借金があれば精一杯働くが、金に余裕があれば働かなくなるニート体質でもあり、金に余裕ができると働かなくなるぜ。まあ、金に余裕があるのに無理して働く必要もないからカズマがだらける理由もわかるわ。性欲に関しては普通にスケベであり、アクセルの街でサキュバスたちが経営している風俗店の常連だぜ。女性に対して容赦ないセクハラ行為を働くことも多く、言動から察するに神フェチである可能性が高いぜ。実際、アクアの髪の匂いを嗅いだりしてる描写があるぜ。年下の女の子に優しい面が目立つため、仲間たちや周囲からロリコンと疑われており、アクアからはロリニートと呼ばれたこともあるぜ。言うてもめぐみんはロリっぽいだけでカズマの年齢を考慮するとカズマは決してロリコンとは言えないわよね。年の差が3つ程度しか違いがないのにロリコン呼ばわりされるとなると世の男のほとんどがロリコンになってしまうわ。かつては重度のゲーマーだったこともあり、ファンタジー及び魔法には強い憧れを抱いてるぜ。それゆえに冒険そのものは決して嫌いではなく、ファンタジーっぽい要素を見て興奮してる描写も多いぜ。理不尽な目に遭うことも多いが、なんだかんだでアクアたちと異世界生活を満喫してるぜ。ちなみにカードゲームもかなり得意のようで、大会で無双したことがあるようだな。また、弟も一人いるらしいぜ。カズマは一人っ子のイメージがあったけど、弟がいるのね。猫好きという一面も持ち、ジョムスケの面倒をよく見ており、可愛がっているぜ。ジョムスケもカズマにかなり懐いてるようだぜ。異世界にやってきた当初はジャージ姿だったが、後に冒険者らしい服を着るようになったぜ。この服の下には合成皮の胸当てに金属製のコテとスネ当てを装備しているため、見た目よりも防御力が高いようだな。普段の冒険者らしい服は意外と防御力が高いのね。ちなみにジャージは日本の唯一の思い出の品として大切にしており、アクアに燃やされかけた時はブチギレていたぜ。また、新しい武器を新調するのも好きらしく、たびたび新しい武器を作ってもらってるぜ。カズマの戦い方の都合上、武器を作ってもあんまり意味がないことが多く、武器を作っても使われないことがほとんどだがな。一応、小刀のチュンチュン丸を装備してるが、戦闘で使う描写はほぼ皆無であり、ほぼ飾りだぜ。武器作ってもあんまり意味ないのこれいかに。ちなみにパーティーの金はカズマが管理してるようでパーティーの散髪もカズマが担当してるぜ。カズマはろくでなしのクズキャラだが、お人よしなところや意外と抜け目ない面があったり、やるときはやる人物なので読者や視聴者から結構人気があるぜ。カズマが悪いことをしたらカズマ本人が制裁を受けてるので読者や視聴者からの不快感も少なく、この手の作品の主人公にしては人気がある方だな。それにツッコミが全体的に冴えており、安心して見ていられるぜ。アニメでは声優の熱演もあってツッコミのキレが増してるぜ。両津勘吉タイプの主人公よね。ここからは彼の主な対人関係について話していくぜ。よろしく頼むわ。アクアとはパーティーメンバーの中で最も付き合いが長いぜ。カズマはアクアのことをペット枠、あるいは色物枠として位置づけてる節があり、異性として見たことはないようだな。ただ、この二人は金に余裕ができるとだらけたり、調子に乗って痛い目を見るなど怠惰な部分が共通しており、カズマも自分とアクアは似た思考をしてると評しており、気が合う描写が多く、二人のやりとりはカップルというより熟年夫婦だな。似た者同士と言えるわね。メグミンとは話が進むたびにフラグが立っていったぜ。最初はメグミンの爆裂魔法を辟易していたが、やがてメグミンの爆裂魔法の一番の理解者になったぜ。やがて二人は仲間以上の関係となり、パーティーメンバーの中で最も恋愛フラグが多いぜ。メグミンに対してカズマは妙に奥手で手玉に取られることが多いぜ。爆裂魔法を使った後のメグミンをカズマはおんぶしてるんだが、このおんぶがカズマにとっては楽しみでもあるようだな。まあ、カズマはメグミンをロリ枠に設定してるのは変わってないけどね。ダクネスとは良好な関係を築いてるが、相棒のアクア、実質カップルのメグミンと比べてカズマとのフラグは少ないぜ。カズマはダクネスに対してエロい目で見ることが多く、フラグ的なものが発生するものの、結局何もなかったということが多いぜ。また、ダクネスはド M のくせに妙にめんどくさい部分があるからか、彼女をめんどくさがってる描写があるぜ。カズマはダクネスをエロ枠に設定してるぜ。アクアとメグミンはカズマとの唯一性を築いてるけどダクネスだけそれがないのよね。アイリスのことは妹枠として設定しており、可愛がってるぜ。ただし、描写を見る限り、あくまでも妹枠で恋愛感情はなさそうだな。アイリスにはお兄様、お兄ちゃんと呼ばれ慕われてるぜ。カズマ曰く、ユンユンと違ったタイプのぼっちとのことでちょっと心配してる様子を見せてるぜ。カズマはアイリスに色々なことを教えてるが、ろくでもないことも割と教えてたりするぜ。アイリスは実の兄がいるという事実。ユンユンのことは貴重な常識人枠の友達として接してるぜ。周りにイカれた人物が多いのでカズマはユンユンの存在をありがたく思ってるようだな。
ただ、ユンユンがあまりにもチョロすぎるので心配してるぜ。ユンユンは数少ない常識人枠ということもあり、カズマと同調することも多いな。ユンユンのぼっちエピソードに関してはカズマもある程度共感してるのか心底心を痛めて同情してる様子を見せてるぜ。ユンユンのぼっちエピソードは生々しすぎるわ。ウィズとは良好な関係を築いており、カズマはウィズの店で世話になることが多いぜ。ただ、ウィズの商品が使い物にならないものばかりなのでどちらかというと、カズマはウィズの商品よりもウィズ本人の戦闘力の高さに世話になることが多いな。カズマはウィズに魔法を教わったり、レベリングの手伝いをしてもらったり、カズマが冒険者として戦えてるのはウィズによるものが大きいぜ。ウィズがカズマの師匠みたいな感じになってるわね。クリスにはスキルを教えてもらったことがあるぜ。さらにカズマはクリスの仕事の手伝いをすることもあるぜ。クリスの正体は女神のエリスであり、これはカズマしか知らない秘密であり、カズマとクリスは二人だけの秘密を結構共有してるぜ。どうやら、カズマはエリスに対しては好意というより、尊敬に近い感情を抱いてるようだな。彼女とも腐れ縁のような関係になってるぜ。てかアニメの時点でもエリスとクリスの声が同じだから察した人も多かったんじゃないかしら？バニルとは商売関係で交渉することが多いな。カズマの資金が潤ってるのはバニルによるものが大きいぜ。バニルに秘密を見抜かれて恥ずかしい思いをすることも多いが、基本的にカズマはバニルに助けてもらうことも多いぜ。バニルとも良好な関係を築いてることがわかるわね。ダストとは同じく自堕落でスケベな人物だからか、気が合うようで悪友のような関係を築いてるぜ。ただ、ダメ人間度合いがダストの方がカズマを上回るため、カズマですらダストの言動に引くことがあるぜ。ダストも出番がそれなりにあるわよね。ミツルギは同じ転生者なんだが、カズマはミツルギの言動に鼻がつき、名前すらなかなか覚えておらず嫌悪感を示してたぜ。だが、ミツルギはどんな苦境に立たされても前世を崩さなかったため、カズマはミツルギに対する見方を変えたようで邪険に扱うことは少なくなってるぜ。とはいえ、あまり気は合わないようで、会ったら喧嘩してることが多いぜ。なかなか名前は覚えなかったけどね。両親には車に轢かれたと勘違いしてショック死した上にお漏らししたことを笑われているぜ。一方でカズマが一時的に日本へ帰還した時は元の世界に戻る直前に手持ちのエリス金貨をすべて両親へ宛てた手紙とともに自室の机の上に残したり、両親の方はカズマの死後も彼の自室をちゃんと掃除してくれていたりと生前そこまで仲が悪くなかったことが伺えるぜ。カズマの主な対人関係はこんな感じかしらね。ここからは彼の能力を解説していくぜ。よろしく頼むわ。食用は最弱食の冒険者であり、知能が平均より高いのと幸運値が異常に高いこと以外はこれといった才能がないぜ。そのため、どれだけレベルを上げてもたかが知れており、ぶっちゃけ少年きっての戦闘は相当弱く、全体的な能力は平均以下だな。しかも原作11巻の時点ではもう能力の底が見え始めており、単純な戦闘能力は間違いなく作中でも最弱クラスと言っていいぜ。マジで弱いのね。スペックは器用貧乏そのものでそこそこのことはできるが飛び抜けた能力はなく、彼の本領は持ち前の悪知恵や幸運値の高さを生かした絡めて戦法だぜ。これにより、思いもよらない方法で敵を追い込むこともあり、クリスからは強いのか弱いのかわかんないけど、絶対的に回したくないと言われるほどだぜ。カズマの悪知恵と幸運によって多くの魔王軍幹部を倒すのに貢献してるぜ。カズマの幸運値って言ってしまえば主人公補正よね。本来、幸運値の高さは冒険者には無用の長物とされ、商売人になることを勧められてたぜ。だが、幸運値が高くて損はないことは事実で実際カズマは幸運によって数々の危機を乗り越えてるため、幸運値の高さが無用の長物というのはやや疑問符がつくぜ。まあ、このスバ世界の住人は知能指数が全体的に低いようなのでカズマの幸運値の高さの有用性に全く気づけなかったようだぜ。このスバのキャラってバカばっかりよね。幸運値の高さは異常と言ってよく、生まれてから一度もじゃんけんで負けたことがないと言ってるし、カジノに行った際は運任せの真っ向勝負でカジノ側が値を上げるレベルでバカ勝ちしていたぜ。明らかに分の悪い作戦や勝負でうまくいってしまうのはこれが要因かもしれないな。運のないアクアからは、生まれついての特殊能力呼ばわりされており、アクアからしたらそう言いたくなるのも仕方ないな。アクアの運のなさはマジでシャレになってないからね。悪知恵が働くためか、指揮官としての適性も高く、リーダー適性も高いぜ。アクア、メグミン、ダクネスと揃って一芸特化かつ癖が強すぎて普通のパーティーでは役立たずになってしまうが、カズマの器用貧乏な手際でなんとかうまくまとめているぜ。彼女たちがうまいこと活躍できてるのは間違いなくカズマの手腕によるもので彼女らが他のパーティーに借り出された時は悲惨な結果になってたぜ。カズマがいないとまともに機能しないわよね。それゆえにパーティーで最弱ながらカズマがパーティーのまとめ役、チームリーダーを担ってるぜ。
という風に弱い割にかなり器用に立ち回ってはいるが、やはり相手が悪かったり、仲間が独断先行した場合は死んでしまうこともあるぜ。カズマが死んだ場合はアクアのリザレクションで蘇っており、アクアの存在はカズマにとって無限に復活できるチートアイテムも同義だぜ。アクアが原因でカズマが死ぬことも多いけどね。物語終盤に魔王軍幹部のセレナを無力化することと引き換えにレベル1まで落ちたぜ。だが、レベルは落ちてもスキルは据え置きであることを利用し、ウィズとバニルに瀕死にしてもらったモンスターにとどめを刺し、経験値及びスキルポイントを入手し、ある程度レベルアップしたらウィズのレベルドレインで再び1にしてレベルを上げ直す。という超他力本願なレベリングを行い、再レベルアップと大量のスキルの得得を果たしたぜ。一種のインチキねこれ。ここからは彼が使ったスキルを話していくぜ。よろしく頼むわ。スティール。相手の所有物をランダムで奪うぜ。盗賊のクリスに教わり最初に覚えたスキルで成功率は幸運値に左右されるため、幸運値の高いカズマにぴったりのスキルだな。ただし女性に使うと高確率で下着、主にパンツを奪ってしまうぜ。レベル差が大きすぎたりしない限り必ず何かしらのものを奪える上にカズマの幸運値の高さもあり、狙ったものを大体奪えるぜ。カズマの代名詞的スキルね。ドレインタッチ。自ら教わったリッチーのスキルだぜ。手に触れた相手の魔力を奪うことができるぜ。他人に魔力を分け与えることもできるため、仲間のサポートにも使えるぜ。魔力が莫大なアクアや生命力が莫大なダクネスが主な供給源であり、心臓に近い位置ほど吸収率が増すぜ。火力が少ないカズマにとっては最大の攻撃手段でこのファンでも必殺技になっており、相手にダメージを与えつつ自分を含めた味方の体力や魔力を回復させられるぜ。アクアやダクネスの魔力を奪ってその魔力をガス欠を起こしやすいメグミンに与えてることが多いわね。狙撃。狙撃。弓矢による攻撃を可能にするアーチャースキルで幸運値が高いほどに命中率が増す特性を持ち、幸運値の高い彼の狙撃は脅威の命中率を誇るぜ。ドレインタッチ、スティールに並ぶカズマの代表的な技であり、主に威嚇や牽制、雑魚狩りに使用してるぜ。威力は筋力や素早さに比例し、カズマの元の身体能力が貧弱なので威力が低く、強敵相手にはあまり通用しないぜ。ちなみにこの技もこのファンの必殺技に設定されてるぜ。アニメではやたらかっこよく狙撃と言ってるわよね。火を起こすテンダー、水を発生させるクリエイトウォーター、スカートをめくれさせる程度の風を発生させるウィンドブレスト、栄養価の高い土を発生させるクリエイトアース、氷を発生させるフリーズといった一通りの初級魔法を使えるぜ。殺傷能力は皆無だが、小手先の技術と起点の良さで敵の撹乱や動きを封じることに使っているぜ。水と氷の魔法を組み合わせて氷結範囲を広げたり、土と風で目つぶしを行ったりしてるぜ。他にも不意打ちで炎の魔法を放って牽制したりもしてたわね。潜伏。気配を消して身を潜める盗賊スキルで、触れれば自分以外にも効果が及ぶぜ。ただし姿が消えるわけではないため、身を隠す必要があるぜ。それにアンデッドや高レベルの敵感知スキルには通用しないぜ。他にも遠方の死人、暗視を可能とする千里眼も使えるぜ。近くにいる敵の気配や数を感知することができる盗賊スキルである敵感知も使用可能だが、このスキルは敵に反応するため、敵がない場合は発動しないぜ。盗賊スキルも結構覚えてるのね。バインド。ワイヤーで敵を拘束する盗賊スキルで一度発動すると時間が来るまで解くことはできないぜ。なお結び目が存在しないため、直接解くことも不可能だな。消費魔力が大きいのが難点だが、カズマはドレインタッチとの併用で補っているぜ。他にも敵から素早く逃げる逃走スキルも使えるが、これは自分にしか効果が及ばないスキルだぜ。罠発見、罠解除の盗賊スキルも持っており、成功率は幸運値の高さと器用さに比例するため、カズマにはうってつけのスキルだな。カズマさん盗賊に転職すればいいと思うんですが、戦闘用以外のスキルもいくつか覚えてるぜ。商品開発のために家事スキルを覚えており、これにより、防具、道具の修理、作成が可能だぜ。他にも冒険者ギルドの連中の会話を盗み聞きするために独身術スキルを得得してるぜ。日々の生活水準を上げるために料理スキルも覚えており、このスキルがあるからか、パーティーでの料理は基本的にカズマが担当のようだぜ。料理スキルは普通は料理人しか習得しないスキルらしいわね。レベルリセットを繰り返してスキルポイントを大量に集めたことで終盤は他にも色々な魔法を得得したぜ。光を発生させるフラッシュや回復魔法のヒールも得得し、中級魔法も使えるようになってるぜ。ただし、カズマの魔力量はしょぼいのでマナタイトでブーストか、ドレインタッチとの併用でやっと使い物になるレベルだぜ。麻痺、毒などの状態異常を引き起こす不死王の手がウェブ版のみで登場してるがチートすぎるからか書籍版では使わないぜ。もうタゲーすぎるやろ。エクスプロージョン。
作中最強クラスの威力を誇る爆裂魔法で魔王を倒すのに使った奥の手だぜ。詳しくはめぐみんの動画を見てね。カズマは魔王軍の幹部を次々と倒していき、最終的に魔王を倒しに行くぜ。そして、魔王を爆裂魔法で倒したぜ。その後は引き続き異世界で気ままに暮らしてるぜ。これでカズマの解説は終わりね。総括すると彼は姑息だがお人よしな人物だぜ。こすいところがあるがなんだかんだで愛されてるキャラと言えるな。そうね。ということでカズマの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、X のフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。